サンタウン高野原。サンタウン高野原は、平成、相良ニュータウンのセンターゾーンに開業した、地域発の大型商業施設で、現在のサンタウンプラザスズラン館。以下の記事では、周辺施設も含める。イオンモール高野原が一括借用している、サンタウンプラザコスモス館、近鉄系のスーパーマーケット近所が、各店舗のショッピングセンター、サンタウンプラザスズラン館。 なんと銀行などが入居する、テナントビル、サンタウンプラザひまわり館、そして、サンタウンアカデミー高野原、ユニチカスイミングスクールがある。サンタウンプラザコスモス館建設の際には、既存のサンタウン高野原は、建物の改装及びフロアの整理などの大幅な、リニューアルを施され、2006年、平成18年4月1日に、サンタウンプラザズラン館として、リニューアルオープン。 サンタウンひまわり館も2007年、平成19年3月にサンタウンプラザひまわり館としてリニューアルをオープンした。サンタウンプラザスズラン館はスーパーマーケット金所と専門店、そしてメディカルモール、銀行からなる低層型ショッピングセンター。平成、相良ニュータウン発の大型商業施設でニュータウン製、大規模住宅開発地域コミュニティ製、地区中心機能、 センターターミナル製、高野原駅、バスターミナル機能カーライフ製、道路網の整備地域、660台収容の駐車場の所得性をコンセプトとして兼ね備える。サンタウン高野原、略称、サンタウンとして1981年、昭和56年11月28日に開業。テナントには、金賞ストア高野原店と、明石シミキハウス、タツミ書店、 ミスタードーナツ高野原店などの40店の専門店、また飲食店と、なんと銀行平常支店、住友銀行平常支店が入居。また、店内と店外には休憩所やイベント会場としても使われるサンタウンサークル、サンタウン広場が、現在サンタウンプラザひまわり館がある位置には、木造の船の形をした遊具などがあるサンタウンチビッコ広場が設けられた。その後、 1991年、平成3年に、南西部分を増章し、金賞ストアや、専門店のフロアを拡張。2006年、平成18年には、長期休業、改装し、同年4月1日に、サンタウンプラザスズラン館として、ディニーアルをオープンした。その際、金賞ストアは1階のみで、食料品だけを扱う、スーパーマーケット金所として生まれ変わり、2階は、 専門店だけのフロアとなった。また2007年、平成19年には、サンタウンプラザひまわり館に移転した、なんと銀行平常支店跡が、メディカルモールになり、2階専門店フロアも再び、改装している。そのてなんとは、ショップガイドを参照のこと、サンタウンプラザひまわり館は、コスパ高野原、なんと銀行、委員、学習塾、事務所、 飲食店が入居するテナントビル。サンタウンひまわり館として1991年平成3年11月23日に開業。1階は T&C プラザや飲食店などが、2階はレストラン街として飲食店7店舗が、4から5階はスポーツクラブが入居した。その後二千七年平成十九年三月にサンタウンプラザ日回り館として、 リニューアルオープン。それに伴い、1階のテナントや2階レストラン街などが閉店。空いたテナントには、ナント銀行や事務所などが移転開業した。サンタウンプラザコスモス館、イオンモール高野原は、京都府木津川市下原台1丁目に所在し、イオンモールが運営するショッピングモールである。サンタウンプラザ光館は、家電量販店が入居するショッピングセンター。 2013年、平成25年11月14日に開業。ケーズ電機高野原店が一括で借用している。サンタウンアカデミー高野原は、旧コース49の講座が受けられる、総合文化センター。1983年、昭和58年4月1日、サンタウン高野原開業前日に閉店した金、シストア平常店の建物に、 サンタウンアカデミー文化教室として開業。開業にあたって、会員募集、講座編成、講師の手配、運営指導の業務は、金賞ストア計画部、商品部、第二部門、宣伝課、金賞ストア高野原店が自宅。近鉄百貨店文化教室の協力を得て、講座編成、講師の人選、依頼を進め、8コース35講座からスタートし、 その後、同年5月に4講座が追加された。施設は、文化教室3教室、体育教室4教室、音楽教室1教室のほか、会議室と和室があり、地域の会議、集会にも提供されている。2010年には外壁を改装し、サンタウンアカデミー高野原と名称を変更した。なお、一時期国際電気通信基礎技術研究所 ATR によって、 ATR コール英語塾法ジュニアが開校されていた。これは、一般的な英会話塾と違い、講師が指導するのではなく、ヘッドホンで聞いて、コンピューターで学習するものとして注目された。サンタウンスイミングスクールユニチカは、ユニチカ系の会員制のスイミングスクール。1988年、昭和63年10月1日開業。屋内温水プール。 25メートル6コース、後衣室、体操場、サウナ、女性用、シャアールーム、女性用、バス、トレーニングルーム、談話室、ギャラリー、レストルームがある。団地のセンター地区などで、賃貸経営を行うユニチカ京都ファミリーセンターが、運営している。近鉄高野原駅北西部の敷地の暫定的な、利用を図るため建設。 イオン進出の計画が決定した2004年、平成16年にその役目を終えた。サンタウンホットスクエアは飲食店とコンビニエンスストア、後団事務所が入居していた商業施設。1994年、平成6年9月、東館と西館に分かれて開業。東館にはマルセル、コーヒーレストランルミエール、西館には、 ローソン近鉄高野原駅前店、海鮮火鍋 L、カラオケ L、スックイズモが入居した。その後、東館の2店舗は、カフェベーカリー長野、関西学研都市高野原駅前総合案内所、住宅、都市整備公団なら案内所となり、西館の海鮮火鍋 L 後には、串学高野原駅前店が入居。さらに、カフェベーカリー長野は、楽々厨房を、後に、 岩屋高野原店に、下がらラーメンになった。ちなみに、駅前歩道橋、ふれあい橋につながるエスカレーターは、車椅子でも乗れる、よう、数枚のステップをフラットに切り替えられるようになっているが、乗り口のブザーが押された時の対応は、奈良市から委託を受けた、ローソン近鉄高野原駅前店の店員が行っていた。2004年、 平成16年9月30日までにすべて閉店、その後解体された。サンタウンガーデン21は、住宅展示場、近鉄高野原モデルハウスランドと ITG テニススクール高野原テニスクラブによって構成されていた施設。運営は、関西文化学術研究都市センターが行っていた。前身は、1986年。 昭和61年にサンタウンセンターが現在タイム、ズサンタウンプラザに駐車場がある場所に開設した、近鉄高野原駅前、サンタウン総合住宅展示場。サンタウン高野原に近い側に、大和団地、パナホームハンナ、SYL、住友林業が、平城2号線、平城3号線に面する側に大和ハウス、東日本ハウス、大阪三沢ホーム、国土建設、 クボタハウス、積水ハウス、木造、積水ハウスのモデルハウスがあった。その後、同じサンタウンセンターが、平常2号線、平常3号線を挟んだ、京都府側にサンタウンガーデン21を設けて、テニス場が開設され、続いて、住宅展示場もサンタウンガーデン21に増設。近鉄高野原駅前、サンタウン総合住宅展示場は撤去された。 近鉄高野原モデルハウスランドには、中央にセンターハウス、大和団地、三沢ホーム近畿が、またそれらを囲むように一条公務店、パナホームハンナ、後にパナホーム近畿に、京都パナホーム、積水ハウス、大和ハウス、日本電券、近鉄不動産住宅、住友林業のモデルハウスが展示され、後にヘーベルハウスも加わった。テニススクールは、 スナイリ人工芝コート6面とプロショップ、休憩所があった。専門指導者3人の下、昼間部はテニススクール、夜間部は主に菓子コートとして使われた。ちなみに、住宅展示場はフリーマーケット会場としても利用され、1999年、平成11年10月から、なでしこふれあいマーケット協会主催のサンタウンガーデン21フリーマーケットが毎月買い、 第4土曜日に開催されていた。2004年、平成16年7月31日に閉鎖、その後撤去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。